どうもこんにちは、藤本です。お久しぶりです。しばらくね、動画の投稿ができてませんで、またすいませんね。いつもちょっとね、間がすごく空いちゃうんで。トロントはですね、まあ今ね、春ですね、5月に入ってね、以前もちょっとお話したことあるんですが、トロントはまあ大体4月までが冬なんですね。そして5月が春で、6月、まあ5月の末ぐらいからがもういきなり夏っていう感じで、春はすごく短いんですよ。で、今年の場合はその春に入ってからもですね、ずっと天気が悪い、雨がずっと降り続くっていうのが続いてて、で今日本当ね、久しぶりにカラッと晴れてるっていう感じですね。ということでですね、まあ冬の間はもうね、家に引きこもって何もしてなかったんですけど、まあようやくね、いい気候になってきましたんで、ぼちぼちね、家のリノベーションとかもね、またちょっとずつやっていきたいなと思ってます。今日はですね、庭にちょっと出てきたんですけれども、庭はですね、まあ冬の間もちろんね、雪が積もってた状態だったんですが、まあようやく雪もね、溶けて、そして草花もね、なんか新しい芽が生えてきて、1年の始まりだなという感じがしてます。新しい仲間も増えましたね。こちらがヒューケレラというね、花ですね、ピンクの花。それからこちらクリスマスローズですね、緑の花。まあ、結構私好きな色ですね、これはね。という感じで、庭の植物の方はね、だいぶ充実してきたんですけれども、一つ問題がありまして、それがですね、このウッドデッキなんですよね。まあ去年のね、動画でも、こうウッドデッキを綺麗に塗り直したっていうのをね、ご報告したんですけれども、これがですね、一冬経つともうこんな状態ですね。ペンキがハゲハゲです。これはですね、まあ、別にペンキの塗り方が悪かったとかっていうわけじゃなくて、冬の間ね、ここやっぱ雪積もるんですよ。このウッドデッキの上がね。なので雪でですね、下の木が凍っちゃって、そしてまた溶けて、また凍ってっていうのをね、繰り返すと、やっぱこうやって塗装って剥げてしまうものみたいです。なのでこのウッドデッキがね、ある以上は毎年春になったらこの色を塗り直すっていう作業がね、どうやら必要そうですね。ということで今日はですね、このウッドデッキのね、色をもう一回塗り直すという作業をしてみたいと思います。